まあなあ、わからねえな。そうね。到着っと。到着っと。よし。みんな準備いい？あいつうまそうだな。おいおい、言ってる場合かよ。てめえら覚悟はできてんだろうな。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。今行く。なめんじゃねえ。やるぞー。はあ、さてどうしましょうか。今行くわ。これでどう？こんな奴らにやられやしねえ。なんだ、あいつ一人で逃げちまったぞ。威勢が良さそうね。気をつけろよ、ロビン。あなたもね、ルフィ。どうすっかな。うりゃロビンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。そうね。まあ、ルフィ。なんだと？ふざけるな！俺は負けねえ。トレインタフルールフリッゴムゴムのガトリングまだ行くぞロビンちゃん、これ今行くそんな、おかしいだろ。いいもんがあるじゃねえか。レディーには指一本触れさせねえ。なんだ、逃げようってのか。させるか。逃げる前に俺がぶっ飛ばす。あなたたちの相手は私よ。ギアセカンドゴムゴムのジェットウィング。待ってろ。はあ、ああ。え？おう。あ？うん？はあ、てめえ。え？え？ああ。おう。よし。おい、いやそんなことねえ。どうすれば。おう。ああ、待て待て。くそ、準備 OK だ。サンダーボルト変貌。よいしょっと。みんないっぺんに行くぞ。ぶっ飛べ。ここが正念場だ。たとえ死んでも俺は女は蹴らん。ボーシャット。うれ。だよ。反撃開始だ。俺がまとめて相手してやる。そこをどけ。やってやろうじゃない。はっ、やべえ。次はないわよ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。これからだ。効かねえな。効かねえな。俺は負けねえ。強烈なのをお見舞いしてあげる。いくわよ、サイクロンケンマン。やべえ。ボーシャット。おかしいだろ、うん、あおいおい、いた、カニだ。相変わらず大きいわね。え、連れて行くってあれのこと？とうとう俺を本気にさせやがったな。必殺火薬星。俺の方はいつでもいいぞ。トラッキーやるな。ディアブルジャンブフランバージュショット。やっべ、みんないけるよな。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー。必殺ひまわり星。ぶった切る。二刀流いよい羅生門。行くぞ。ゴムゴムのジェットピストル。よし、やるか。今行く。ムートンショット。肩慣らしと行くか。鬼切りぶっ飛ばす。すべて計算通りだ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ザンダーボルテンポ。その程度だ。二刀流いよい羅生門。ディアブルジャンブフランバージュショット。必殺ひまわり星。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。サンダーランステンポ。よし、やるか。覚悟しろ。そこをどけ。俺は逃げねえ。戦うって決めたんだ。必殺火薬星。いつでもいいぞ。サンダーランステンポ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。必殺ひまわり星。ディアブルジャンブフランバージュショット。俺に任せろ。塩ビもよ。鬼っきり。引かねえなら切るまでだ。トラッキリ。やってやろうぜ。マナーがなってねえの。その程度だ。覚悟しなさい。任せて。えい。おら。その程度だ。その程度だ。キー。リム、早速箱にしてくれ。こんなの無理だわ。大きすぎる。できねえのか。こんな大きいもの、常識的に考えて無理でしょう。大きすぎててキューブにする端から時間切れで消えてしまうわ。いい考えだと思ったのにな。大きさか。そうだルフィ、あいつなら大丈夫じゃないかな。きっと俺たちを助けてくれるぞ。あいつって誰だ。総裁殿の地下にいたコガニーだよ。なるほどな。あいつなら大きさもちょうどいいかもな。そうか、それならそいつを連れて行こう。こんなに早く戻ってくるなんて、もしビビに会ったらなんて言えばいいのかしら。あの人はどうして他の人のためにあんなに頑張れたの。それにあなたたちも。ビビはこの国を大切に思ってるの。家族のように大切に。家族？よくわからないわ。あなたたちの言う仲間というのも。あの島にはあなたとアディオ以外はいないの。ええ、私たちだけ。私はアディオが島に来るまでずっと一人だった。ずっと一人でいたのか、あの島に。昔のことはあんまり覚えてないのだけど、ずっとワフルドにいるわ。宴だ。レディーにはこの特別な一皿だ。よし、着いた。コガニーはどこだ。確か最下層の砂地のところだったと思うわ。行ってみましょう。噂は聞いているっす。ぜひ手合わせ願うっす。いいぞ、やろう。ちょっとルフィ、本当にやるの？ああ、やる。はあ、分かったわよ。思う存分やんなさい。勝負だ。このめちゃめちゃ効いたぞ。俺は諦めが悪いんだ。ゴムゴムのピストラー！俺が相手だ！ゴムゴムのバズーカ！やるか！見事っす。俺の負けっす。空風呪言の掟に従い、あんたの弟子になるっす。だってよーし、よくやったルフィ。すべて俺の教えた通りだ。そうなのか、ウソップすげー。修行してウソップとも戦いたいって言ってるぞ。おう、また機会があればな。今回は力を見せられなくて残念だ。はいはい。それにしても今のやつ、私たちがここに来るってよくわかったわね。他人とこで話を聞いていたんだろう。あの時近くに何匹かいたからな。え、また何かいる。あんたたちが噂の海賊っすね。他の仲間からあんたたちの話を聞いているっす。いざ尋常に勝負っす。前に戦ったやつらとは別なんだな。そうだ、よかったなウソップ。今度こそ力を見せるチャンスだぞ。え、いや俺は。そうなのか。じゃあウソップ頑張れ。いや待て待て、見るからにさっきのやつより強そうじゃねえか。よかったわね、活躍のチャンスよ。ナミお前。トップグリーンの多彩性見せてやる。ど真ん中だ。トップグリーンの多彩性見せてやる。必殺火薬星。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。ウソップ魔法ムウソップパウンド。どうだ、お前を倒す算段はつけてきた。必殺ひまわり星。俺はまだ戦える。ウソップゴールデンパウダー。バッつらよ。見事っす。俺の負けっす。あんたの弟子になるっす。そしてもっと修行するっす。はあ、キリがないわね。もうやらねえ。誰か俺の治療をしてくれ。今ので終わり？さあどうだかな。おいおい、空風呪言しかいねえじゃねえか。いや、ちゃんと匂いはするから、コゴニーはきっと奥の方にいるんだ。手合わせをって言ってるぞ。どうするルフィ？よし、いいぞ。よし、みんな準備できてるな。必殺火薬星。効かねえよ。ゴムゴムのガトリング。仲間の力を見せてやる。待ってろよ、今助けるからな。死ぬのは嫌だな。刀がうずき。三刀108ポンド砲。任せろ。ゴムゴムのガットリング。切りがいのありそうな相手だ。必殺ひまわり星。二刀流いよい羅生門。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。どうだ。ちょっとやばいかもな。よし、行くぞ。この怖くねえぞ。刀のためにしてやる。とうとう俺を本気にさせやがったな。これでどうだ。あ、いたぞ。あいつだろ。あの時はありがとう。僕にできることなら何でも協力するよって言ってるぞ。そう、助かるわ。早速協力してもらいましょう。リム、お願い。よーし、あとはもう帰るだけだな。頼むぜリム。すぐには戻れない。最初の港町のメモリアキューブがあるところまで戻らないといけないわ。メモリアからキューブを持ち出すにはそうしないといけないの。なんだよ、またあの砂漠を越えるのか。分かってりゃそのメモリアキューブをここまで持ってきたってのに。ダメよ、メモリアキューブはこの世界を作ってるキューブなの。壊れでもしたら何が起こるかわからないわ。ダメだぞウソップ、そのキューブに触れちゃ。俺はキューブに触っちゃいけない病だった。よし、じゃあ港に戻るぞ。菜の花に急ぐなら良いさを呼ぶ手もあるけど、どうする？そういえば港のそばにも例の看板があったわね。よし、とにかく行くぞ。うひゅー。なんだと？おいおい。お前。おかしいだろ。ああ？いいだろう。みんないっぺんに行くぞ。ゴムゴムのガトリング。痛いじゃねえか。ほった。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの鉄火炎ブッシュ。ピストル！待て！今がチャンスだ！待ってろよ！今助けるからな！とうとう俺を本気にさせやがったな！仕方ねえ！うそっぺー！かんなー！おいおい。あい！おかしいだろ。やべえ、はあ、さあそろそろ行きましょう。どうしたんだ？つまりナミさん、あれがメモリアキューブ。メモリアキューブがあるとコガニーのキューブを持ち出せるのか？そうね、まずはキューブを引き寄せるわ。うわー、でっけえキューブが落ちてきた。どうすんだよリム、あのキューブが壊れたらメモリアは大変なことになるんだろう。落ち着いて、大丈夫よ。嘘だろ、キューブが縮んじまった。かなり小さくなりやがったな。ここにさっきのキューブを入れると。ボガニーのキューブが吸い込まれていくぞ。不思議なもんだな。これでいいのか？そう、これでいいわ。